さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。引き続きその私事というかだね、はい、引き続きでもね、まあ、先週も多分言ったと思うんだけど、はいはいはい、うちの弟がやっぱりもうパフュームがもう好きすぎて、うんうん、過去の DVD を今買い漁ってる状態ドハマりもドハマり完全にゾーンに入っているということだけ一応報告させてもらいます。タカーパフュームいいよね。さあ今夜は生徒の夢の中に登場したパフュームについての研究、パフューム、パフュームの無のところが夢という感じになっております。今の言い方は何だったの？これが正しい言い方ですよ。パフューム、これが正しい言い方ですからね。絶対パフューム本人はそんなこと言い方してないの。研究ですよこれはね。正しい言い方ですよこれがね。言ってんのかな。言ってくれてたら嬉しいけど。言ってると思うよ俺は、うん、パフュームロックス。Perfume Locks starring Perfume。 Perfume Locks 掲示板の書き込みを研究せよ。だいぶシンプルな研究依頼ですね。研究さんの書き込みもシンプル。久々だね、うん、じゃあ紹介していきます。はい、鳥取県17歳女の子、ラジオネームヒロノムスちゃん。ヒロノムス、うん、ユーは何しに日本へという番組で、パフュームのライブのためにアメリカのシアトルから来日されている外国の方が紹介されていました。ファン歴9年だそうで、うん、ダンスの完コピや身につけているグッズからパフューム愛が溢れていました。アジア北米ツアーにも来てくださったら嬉しいですね。送ってくれました。見たよ。見ました。ねえ、ねえ、泣いたよね。泣いたんだけど、ミキコ先生から来たんや、うん、先生に話が最初に行って、うん、そっから来たんじゃと思って、なんか涙が出てきてしまって、うん、きっと喜ぶじゃろうなみたいな、うん、同じライブを作ってる人がさ、そんな風に思ってくれたんじゃな思って、うん、しかもゴリゴリだったよね。スプリングオブライフとフラッシュ踊ってたね。踊ってた、完璧だった、うん、めちゃ完璧だったよ、うん、横になんかうちらの踊ってるやつ出してくれてて、ね、小さいワイプで PV 流してくれてそうそう、あれ出してても全然比較していいですっていうくらい、しかも片方の子がこの人踊れるんすよって、そうそう、ピンクの髪やみたいな感じで、もう音がないから踊れないよ。音なんかすぐ出せるよ。音出して踊り出した、一人が踊れたってなったのに、うん、その後になんか二人の踊ってる映像が出てきて、あんたも踊れるんかいみたいな。あれ結構笑ったよね。すごかったね。嬉しかったな。本当に嬉しかったね。アジアと北米私たちから行くので今度は、うん、ね、うん、次会えたら、ね、会えたら嬉しいね。ありがとう。ありがとう。さあ続いて、はい、北海道21歳ラジオネームときめき炭水化物。ときめくよね。札幌公演お疲れ様でした。ありがとう。札幌公演2日間参戦しました。おジャスティス、ジャスティス、ジャスティス。地元である北海道に来ていただけてなまら嬉しいです、うん、ありがとうございました。ありがとう、ジャスティス。なんか来た人だけしかわからない流れみたいになってますけど、うん、まあとにかくイエーイの状態だったイエーイイエーイの状態だった。最初から同じ大きさの声でいくっていう完全絶望の状態ですよね。そうだったの、この日間違いないです。はい、北海道あれだよね、あの北海道弁をね喋ったりしたよね。刺さる、なんか食べ刺さるみたいな、すごいね好きな方言があって、北海道の、うんうん、お刺さるっていうのが可愛くて好きなんですけど、押すつもりなかったのに押しちゃったっていう時に、うん、あ、押ささったとか、押ささるっていうのってすごいよね。そのそこの使い道での方言があるって、ね、うん、その話をしたんだけど、なんか応用はあんまりないらしく、ね、だからなんかすごいパフュームの曲を聴いて踊らささっただろみたいな言ったら、うん、それ違うみたいな。あ、ちえ違うんすか。違う。結構応用編を提案したけどさ、一度も噛まなかったね。噛まなかったね、うん、ヒットしなかったね、うん、全然ダメだったね。でも楽しいね方言は、うん、で続いて、はい、熊本県の14歳女の子、ラジオネームハリノスケ。ハリノスケ、新しく投稿されたミックスダンスの TikTok 見ました。ありがとう。破壊力すごすぎ。ハイヒールダンスももちろんですが、スニーカーダンスもいい。何スニーカーダンス。特にあーちゃんの動きの激しさが半端なくって、そう、のっちの初めの動きが可愛くて、あーカモンカモンみたいな、あー
シエカの髪のなびき方が新しいアングルもいい、全てがいい。これからも楽しみに待ってます。ありがとう。確かにみんなスニーカーだったかな。そうだったのかも、うん、意識してなかった、うん、ね、気づいてなかった、うん、でもなんかああいうのって多分ああいうアングルから撮って本当は足長みたいなするんだろうけど、うん、めっちゃ下から撮ったんだよあれ。あの下から撮らないと3人が入りきらないっていう、入んなかったんだよね。人物がどんどんちっちゃくなっちゃうからそれが悩みで、うんうん、だってあれのセッティングに30分くらいかかったよね。かかったどうしたら一番全員のダンスが入るのかって。分かった、テレコだってなって、うん、ね、ガタガタガタってね、段差つけて、段差つけて立って、うん、でそのやっぱり前後をつけることで、うん、こう横でのダンスを可能にし、はいはい、そしてやっぱドア頭からフォーメーションをやっぱり変えて踊り、はい、踊りたいよねっていうことで、うんうん、あれもうマジでライブ終わった後に大汗、うん、もう本当ガチの大汗。あのライブで活気終わってシャワーまでしたのよ。そうだよね、シャワーまでさっぱりしたのに、したのにもう一回寒かったのよその日。そう、すごい寒くて北海道だから、うん、ヒーターつけてたんだから、うんうん、でも途中からもあせあせちょっと一回水飲もう一回水飲んだ一回ちょっと水飲もうでもうやり始めたら終わんないのよ。どんどん疲れていっちゃうから、ね、ストイック精神出ちゃって、うん、マジ1時間半ぐらいやってたよね。アングルもこだわって、うん、踊りもこだわって、うん、最後のフォーカウントどうするみたいな。せっかくだったらちょっと昔のステップやりたいよねっていうんで、うんうんうん、うちらもやっぱりヒップホップとか、まあ、いろんなダンスをね昔からやってきた身なんで、うん、古いのがおもろいっていうのが分かってるから、うん、それを先生に電話して、わざわざテレビ電話して、テレビ電話、先生も帰んなきゃいけなかった空港向かってたんですよ、うん、でテレビ電話して、うん、ねえ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 とかフォーカウントがあるんじゃけどなんか振り付けないとか言って、振り付け師にそんなの聞いて、あのリオのオリンピックのあれ演出してる人にねえ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 とか TikTok のダンスフォーカウントフォーカウントでなんか古いステップがいい、古いステップが、古いやつがいい。たら、あ、じゃあ手を前に出してあのダンダンダダダンってやつどう？ああこれでダンダンダダダン。それで伝わんのすげえねって夜の話になったりして、面白いね。うん、あれはなんかやっぱ燃えるね。うん、なんか TikTok だと自分たちが普段ね Perfume としてやらない振り付けのジャンルがいっぱいあるから面白いよね。うんうん、そうだね。見せることもないし、うん、あとやっぱり全部あれ私服で撮ってるんで、なんかちょっと。恥ずかしいですけどね。そうだね、うん、スニーカーとか見られてんのかってちょっと今思った。ライブ後のテンションで、うん、ちょっと なんかアドレナリン出てハイテンションで、うん、変なポーズから始まるみたいなのがあれマジでもうあんなにニュースとかなるんだったらもうちょっとちゃんとしたかった。なんかニュースに出てるやつの最初のところがなんかスクショみたいなのされてポーズがバーンって出ちゃってて、うん、私なんか南国の女みたいなポーズしてやだ、え、やだって思った。あれも何回も撮って毎回ポーズ変えてたから、ね、うん、あんなしかできないわけじゃないんだよ。いろいろあんだよ。もっとかっこいいのだってできるんだから。いや YouTube とか見てもらえたらすごいかっこいいの載ってるから、うん、あれでなんかうちらの PV とか本当貼りたいよね。あの後にこちらへどうぞ。そうなんだよな、趣味でやってるからな。そうなんだよな、これ。そうなんだよな、恥ずかしいです。まあこちらも引き続き TikTok ブームということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。書き込みありがとう。まあ引き続きどんな内容でもいいので書き込みをよろしくお願いします、うん、お願いします。皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて Perfume です。よろしくお願いします。たくさんの生徒からの依頼、夢に出てきたパフューム、パフュームを研究せよ。皆さんの夢の中に登場したパフュームについて教えてもらうパフューム。まだまだ私たち皆さんの夢の中に登場しているみたいです。楽しいです。これに届いてますよ、はい、大阪府14歳女の子ラジオネームクラリン。クラリン、パフューム見ました。私の中学校の体育館で
ゆかちゃんと二人で座り込んで一緒にペンケースの見せ合いっこをする夢でした。かわいい。ゆかちゃんのペンケースはすごくかわいい花の刺繍がされていて、中にはそれどこのお店探したら見つかるんみたいなキラッキラのシャーペンが入っていたり、とにかくおしゃれな捨て書が詰め込んでありました。捨て書。ゆかちゃんはすごく顔が小さかったです。かわいい。はあ、そうなんですか。すごいね。かわいい捨て書持ってたってよ。見せ合いっこするってかわいくない？めっちゃわかる、その夢見る気持ち。めっちゃわかる。持ってそうみたいなことだよね。かわいい。夢の設定がかわいい。うん。うん、あとやっぱ、その捨て書、見せ合いしながらも顔がちっちゃかったってことをちゃんと覚えてるのがかわいいよね。面白い。そうだね。うん。やっぱりちっちゃかった。やっぱり本物はちっちゃかったっていう。みたいな。かわいいわ。夢だよーってやつ。夢だよ。夢なんだよーって。嬉しいわ。かわいい。ありがとう。じゃあ続きまして。神奈川県19歳男の子、ラジオネームギリーくん。ギリー？夢の中で授業を受けてたら、うん、自分は筆箱を忘れて、うん、後ろの人に借りようと思った、うん、たら後ろがあーちゃんでしたと。お、講義前なのにテキストを結構な音量で読み上げていました。おやだ。びっくりしたのと、こんなに一生懸命音読してるの邪魔しちゃ悪いなと思って振り向けませんでした。わかる。わかるな。本当に日常の中にあーちゃんが現れちゃったパターンね。パターンね、うん、そして忘れた、うん、あーちゃん音読するんだよ。すごくするの。合ってるよ。するの。合ってる。ギリ、あイメージぴったりだよ。確かにしちゃうな。するね。急いでる時こそしちゃうよね。うん。だ多分もともと文章を打つとかメールしたりするのが多分あんまり得意じゃなくて、喋るのはバーッと考えもまとまってバーッと出てくるんだけど、それを文字面に起こすっていうことが多分苦手なんよ。結構前から言うよね、うん、そうそうそう。でブログとかやめたんだけど。そうだよね、うん、文字じゃないってなってね。私動画だってなって、うん、そうそう。で動画とかやってるんだけど、うん、だからなんかすぐ音読する。うん、原稿チェックとかもね。うん。言われてたことが何かが分かんないから。字だけで読んでいくと。かしゆかのリアクションがいい。どういうこと？と思って。いや、何を言われてるのか分かんないの。あ、文字だけで。文字だけで。目だけで。目だけで追っていくと、私、その目で追ってるこの物語に没頭するより、その周りのことのいろんなことが起きたことが気になるよ。うん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 、で、そっちにこう、気がいっちゃうわけ。うんうん。から、字だけを読んでいくってことができないよ、うん。だから読む。読んで、音読して。音読して、うん、自分に聞かせてるんだよね、うんうん。静かにするようにしてるもんね。あーちゃん、あーちゃん音読始めると。あ、ちょっとすいません、今。あの、ちょっと、こっちで話しましょう。気使わせるじゃん。あ、音立てないように。新しいマネージャーさんとか来たら、ね、いやー、ほんと。もう、すぐね。もう読めんくなっちゃって、何を言ってたんだっけってなるんだよね。面白いよ。合ってます。ギリ、合ってる。そうなんです。ね、あーちゃんだったかもよ、もしかしたら。本物だよ。だったかもよ。さあ、続きまして。岐阜県15歳女の子、ラジオネームゆずーちゃん。ゆず。パフューム見ました。お水族館のイルカショーを家族で見に行ってたら、後ろの席にパフュームがいて、私は興奮してずっと3人の顔を見ていました。3人はそんなに見んといて恥ずかしいって言ってました。そんな中、私のパパがノッチに話しかけたんです、うん、なぜかノッチが肉まん屋さんの名前の入った T シャツを着ていて、パパがそれに反応して、そこの店美味しいよね、でも僕のおすすめはあのお店だよと言ってました。のっちは、あ、そうなんすか、今度行ってみますと答えてました。急に意外な二人が話し出したので驚きました。面白い。肉まん屋さんの T シャツ着てそうってこと。のっちなら着てそう。着てそうってことだね。かわいいね。ってことだよね。っていうことだよね。かわいい、うん。夢っぽい。イルカショーもそんなに多分見に行かないだろうし。うん。後ろにパフュームがいて。イルカなんかそっちのけでやっぱ3人見ちゃうよね。うん。あったら。うん。うん。
ってパパとノッチが話してんだもん。さ楽しいよ急に意外な二人ってそれは最高の夢だねえ、お父さん話しかけてるじゃんってなりながらしっかり聞いてるんでしょ聞いてる、うん、その T シャツから発展して、うん、そのお店の話じゃなくって違うお店の話してるからねこれね。いや楽しいね。嬉しい。まだまだ募集したいと思います。はい、引き続き夢の中に出てきた私たちパフュームの報告お待ちしています。面白いねみんなのね。なんかプライベートな部分と合致する感じが面白いですね。いやー笑っちゃったわ聞いてて。肉まんとかめっちゃ面白い。京都ある出てきた。俺ね多分今までないですよ本当に。ゼロ？ゼロ。うわもったいね。もったいないね確かに。これはもったいない、ね、見たいなって思ったよなんなら。今日逆に見るかもしれない。すごいそのことを考えてるから。その時逆に俺なんか見ないイメージだね。ああ校長あります？俺だから前も言ったよだって。はい前もね確かに聞きましたけど。だけどねその内容もね、はい、俺はあの多分2回3回ぐらいはパフューム見たことあって、はい、夢の中でね。でやっぱ忘れたくないからはいはい、はい、携帯のあのメモのとこに、はい、その覚えてる限りファーってメモしてたんだけど。それは実際の話？何が？起きてからメモったんだけど。起きてからメモ、はいはい、夢の中でメモったのかと思った。ああ違う違う違う、実際忘れないように、はいはい、ただふとした時にその自分の iPhone のメモ欄遡った時に、はい、やっぱ39の男が夢にパフュームが出てきてそれをメモしてるのを、例えば俺がね、はい、なんか死んだとしてだよ、はいはい、こう遺品整理みたいな時に見られたくないなそれは。だけどまあそれぐらいパフュームが好きだっていう証でもあるけど、まあまあ嬉しいっちゃ嬉しいのか。泣く泣くね俺ちょっとそこ削除一回しちゃったんだ俺は。なるほど。それ何、自分が死んだとしたら仮定をしたってこと？そうそう。どんなとこまで追い詰められてんのパフュームで。内容もちょっとなんか、はい、あの俺的にはふがふがした内容だったから。ああなんかね、まあ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 あんまり自信を持って言えるようなことでもなかったってことね。いや変なあれじゃないんだよ。まあ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 、まあ、まあ今だったらすごい変な感じになってるけど、顔真っ赤にして笑ってるからさ今。変な感じしか僕は受け取れない。めっちゃ面白かったの。ああなるほど。そんなことやんねえだろバビウムがっていうようなやつだった。やばい、もうどうやってもやばいやつしか聞こえないもん。だからそれは 2,3 回 2,3 回のうちの1回はそれがあったってやいやもうやばいですよ。これ聞いて、いやいやごまかすなごまかすな。あれこれだけ言わしてくれ、あのパフュームの最近のあの TikTok 見た見た、半端じゃないんだよ綺麗やし、半端じゃないからねこれ。本当にやっぱすごいんだなって改めて思うよ。いやーちょっとこれからも引き続きずっと注目するわ、うん、TikTok また上げてほしい、はい、明日のこの時間はスクローブロックの進路室の代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス